はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチュビットアーやっていきたいと思います。今日の試合はチェスト鹿児島戦。今ね、チェスト鹿児島が2位なんだよ、ほら。で、これ勝てばもう優勝が決まる試合になっております。マジで勝ちたい。で、ちなみに、鹿児島とのホームでやった時は負けてます。あ、負けてないや。引き分けてます。勝ててません。で、ちなみに今のところね、2敗してるんだけど、この2敗がね、2つともキャピタル東京の試合で負けてんだよね。キャピタル東京よりなぜかちょっと相性が悪い。まあいいや、そんなどうでもいいから、とりあえずチェスト鹿児島のデータ見ていきましょう。でもこう見るとね、そんな強く感じないんだけど、まあ、フィジカルがあるってぐらいでね、あとはまあ別に普通って感じだから、正直いけるんじゃないの？フォーメーションもなんか相手なんか意味わかんないし、まあとりあえずやっていきます。スタメンはいつも通りもうガチ面でいきます。で、戦術どうしようかな。妖怪？妖怪ちょっと名前が妖怪でちょっと怖いんでマークします。それで行きましょう。勝率はこっちの方が一応あるからね。マジこれで優勝決めてくんね。でもホームで正直優勝決めたかったけどね。別にいっか。ちなみに今のところの得点としてみますかね。はい。得点が50、失点が20。結構減ってるね。お、決めた。見てない間にカルロス号が決めました。ありがとうございます。いやー、ちょっと見たかったの、ちゃんと。なんで見なかったんだ、俺。ほ。決まったー。無理やつれたな、な、ここからおろー、ピンポイントパスだね。で、ゴーンが決めると、完璧です。ありがとうございます。どうなんだろうね。もう一点取りたいね、前半のうちに。失点はってやめてもらいたい。まあ、いつもと同じことしか言ってない。まあでも、頑張ってくれ。正直、勝てる。お前らの実力なら。相手がなんか変なことしてこない限り。何今ちょっとニュースでさ、なんか、名古屋ドームってなんか、うらあれっつーってなんか叫んでるおじさんがいたみたいなことを聞いたんだけど、ちょっと、何やってんの？絶対あれだよね。酔っ払っててさ、会場間違えてたんじゃない？そうとしか思えないんだけど。マスク外してとか、まあ別に、マスク外すのもまあ良くないことだけど、浦和レッズって、風評被害を及びそうじゃね、なんか。これだから浦和レッズファンは、みたいな。絶対あるよ、あれ。まあ、そんなこと言う人あんまりいないと思うけど。お、ゴーンよく取った。そう。ニキータいいよ。で、本当にこれ勝てれば、結構、交渉も勝ち優勝か。優勝すればね、確か、なんだっけ、なんかできるんだよ。資金が増えるじゃなくて、なんだっけ忘れちゃった。資金が結構増えるっけ。でもなんかね、このメガクラブってのがあって、確か一番上に、三冠をね、なんか2連続でする。は、すれば、なんかメガクラブっていうのに慣れて、もうとてつもない年俸を使えるんだけど、惜しい。そう、さすがにね、それも、まあ、ちょっとまだまだだね。オールスぐらいなんでできないでしょ。おー、直接狙ってったね。初めて見た、俺。ゴーン直接狙ってくやつ。カルロス。カルロスのね、スピード S にしたら結構強いと思うんだけどね。まあ、でもちょっと、できないです。野人のね、スペシャルメニューの特訓カードが全然ないんで。決めろよ、さすがに。オッケー、また抜いてったね。素晴らしい。カズダンス、あんなんじゃないよな。ちょっとなんか、股間をね、ちょっとさ、何あんな、わかりやすく表現してない。前半このままで終わってもらいたい。大丈夫、ファールないよね。ファールあったけど、カードはない。オッケー。2億キャッチナイス。まあまあまあ、いいんじゃない。このまま行こう。これほんと硬い、さっさと勝っても優勝決めたいから、ね、あともうジャパンカップにあの全てを捧げるような形にしたい。ほんとジャパンカップ勝たないとあのね5000万が失われるからマジででかいんだよ。お、俺勝ったでしょ。
もうこれは、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい。ついに僕もね、N1 リーグ優勝ですね、このチームで。まあでも目標は勝ち点50なんですけど、このままいって、あれだね、残りの試合全部勝てば50いくわ。まあでもそんな50にこだわってないので、1位取れればいいと思ってるんで、大丈夫です。で、まあ、失点もね、20って、このまま、この試合失点しなければ、目標の22位内っていうのは多分、普通にいけると思うし、1位消えた。いや、もうこれ、気持ちいい。でも、アウェイか、ホームでね、優勝決めたかったね、やっぱ最後。超気持ちいい。まあ、皆さん、このぐらいの能力になれば、N1 リーグは優勝できます。本当だから、皆さんもね、N2 でこれぐらいの能力にしたら、もう、速攻でね、優勝できると思うから、皆さんもぜひやってみてください。やべ、決められちゃった。正直、グリフィンに変えて、まあでも一応、失点は少なくなってるけど、どうなんだろう、なんか変化あったのかな。あのさ、ちなみにあのね、ゴールキーパーの、3000万ぐらいのとこ売っちゃった、宮沢だっけ100試合ぐらい出てもらったんだけど、なんかポテンシャルが5年でなんかもう、マイナスになってたんで、もう、解雇しました。で、多分次、新しいゴールキーパーを獲得して、グリフィンを、どっかのポジションに、コンバートしようと、僕は考えているんですが、どうした方がいいでしょう。普通にグリフィンを、でもグリフィンゴールキーパーで止められなかったら、まあ、グリフィンだからしょうがないよね、みたいになるんだけど、だからゴールキーパーやっぱグリフィンにしとくか、一応。そうしますね。で、だから来年の補強ポイントなんだよね、あと。どこ?鶴田とかかな、やっぱ。ニキータも悪くないんだけど、やっぱでも、普通にもっと上位互換いると思うから、あれ、緊急ミスだ。見てなかった。みんなどんな感じだったんだろう。モリアがかわしてスルーパス。カルロス・ゴーンが持ってきると、ハットトリック、カルロス・ゴーンが交代しないとちょっと疲れちゃうよ。やばい。いいかと思うけど、さすがにね、ジャパンカップ1回戦でガチ目で行ったんで、多分スタミナがちょっと切れてると思う。疲労度黄色になったらちょっとめんどくさいからね、怪我されたら本当に困る、ジャパンカップあんなに。5得点はまあ本当良かったわ、2位相手に。しかもアウェーだからね。聞いた、相手も疲れてんな、前線。もう1点取ろうぜ。いや、もったいないよ、それは。大丈夫よ。グリフィン、あれキャッチしてもらいたいけどね。よし。やったー。Nリーグチャンピオン。ベンチ4人しかいないけど、あれ、大丈夫か？なんで4人しかいないんだ？やったぜー。グリフィン真ん中だ。よし。これで写真出てくんだっけ？ディビジョン1だからね。でも俺、N2 優勝したいんだ、俺ら。N2 優勝したかったな、今思えば。いい写真だ。ちょっとね、いい写真だね。この右側に、右上の2番目誰だ？右上にいた画面隠れてもいいけど、かわいそうだったな。ああ、もう、素晴らしい結果でした。ありがとうございます。本当に、やっと何年目だ？ 11 年目で優勝できました。ああ、でもまあ3冠、10年以内に3冠するとか目標作ったけど、普通に無理だったね。はい、こんな感じです。ちなみにゴールランキングは今のところこんな感じ。ゴーンが19得点。クルミが16だね。素晴らしい。で、確かアシストの方にもちょっと乗ってるんで、俺は7個が8アシストでここまで来ています。で、モリアとゴーンもアシストが多いと。そんな感じかな。まあまあ、アジアはまあ取れると。今年2冠取れるんで、
頑張って2冠目指していきましょう。じゃあ今回はね、これで動画終わりにしたいと思います。で、次の動画は多分どうしようかな、ジャパンカップ準々決勝も大丈夫でしょう、多分キャピタル東京勝てるよね、多分。あ、でも、あ、ダメだ、負けてるんだ。キャピタル東京と戦うようだったらちょっと動画撮ります。はい、それではご視聴ありがとうございました。